はい、5月の4日夕方の日な行きます。ラーメンたらしちゃう。はい、午前中は卵がなかったのでちょっと怖いですね。はい、相変わらずいい天気です。はい、暑すぎず風のおかげ。はい、本日も天気が良かったのでたくさんのお客さんに来ていただきました。セットしたはずの小松菜がゼロになるほど、あ、でも下のボックスは余ってる。はい、ここの、今建設中のものがみんなの日よけの役に立ったみたいですよ。どっちでもいいよ。今やってからゆっくり卵やるか。さあ、なるほど。聞こえますかね、皆さん。ピンマイクじゃないからきっと入ってると思うんですけど。44番はいはい、終わったみたい。いや、この道もすっきりしたな。もうちょっと、もうちょっと、はい、今日はお客さんの中で YouTube 見てるよってね、博物館ができる前の博物館の目玉の標本を作ってるところから見てるよって言ってくれてね、うんうん、お姉様方がいらっしゃったんで、うん、嬉しいですね。骨格標本、ね、そう、博物館の今真ん中にある骨格標本を作ってる動画、ありがとうございます。ご挨拶できなくて、ただただ早送りで音楽流してるだけの言葉も何もない動画なのに、ねね、ありがたい。早速行きます。
エアコンオンにするよ。はい、夕方の皆さんに到着しました。はい、室温は 29.8 度。暑い。 25%。はい。え、餌めっちゃあげたのに。はい、皆さんがっつり休んでます。やっぱり日陰がいいんですかね。うん、暑いんだろうね。29.5 の 32.6 だって。暑いね。なんかちょっと冷たくなる気持ちも。わかる。餌残りなし。水もなし。よく食べるな。すごいね。枠の後ろで休む。いいと思う。全然多分食べきるんじゃないかな。10番か。おーい。はい、この子は10番ですね。10番も大丈夫だと思う。後ろにいるけど。はい。はい。あ、お水だよ。早いね。
揚げたらしっかり食べます。付き合うところが唯一の問題点かな。いいな、この一周回れるシステムいいな。勝手にダジョウです。こいつ10番こいつ5番、強制球児は5番、確かに朝よりも、まあちゃんと歩くんだけどね。あれ？え？水で立つ元気もなくなって。自分が食べないくせに食べてる人を出し返しよかった。ねえ、ダメだよ食べなきゃ。するの？気はあるのね。くちばしを閉じる元気もまだある。はい、ね、食べなさい。はい、頑張って。はい、自分で食べれば問題ないんだ。90で大人になる人いない。ないですね。さすがに。あ、でもわかんない。付きっきりだったらできるのかもね。ママに食べさせてもらわないと食べないっていう人。どうなんだろう、これ。ああ、わかったよ。ごめん。食べた？
広がる雰囲気はすごいね。食べない分は他の人より足が細いし、え、足細くない？足が細い、足は太いのかな、なんだかい、まだここにいる気がするんだけど飲むことも困るの、いや、出て、あー、はい、こちら側のひなたちはみんな自分らでご飯食べたり水を飲んだりしているのに、この子だけはなぜか自分でご飯を食べないんですよね。毎年いますね。いますね。10羽2羽か。10羽11羽ぐらい。ちょっと元気になってほしいもんですけど。水飲んでた。ほら、いっぱい食べたでしょ。喉乾いてるね。みんなの真似して食べたり飲んだりすればいいんだよ。絶対みんな真似するんですけど、うんうん、真似できない人が、なんで食べてる人をつつくことは一般にできるんだろう、うん、それで食った気に言うのかな、なってるのかな逆に小さかった一番が元気に見つけますけどね、うん、飲むのうまいな、お前飲むの食べるのうまいよ、一回で何度も作って釘を伸ばしてね、いいね、そうだよ、今のこの真似をしなさい、頑張って、うん、こんな感じでした、はい、よし、それでは、5月1日も夕方の皆さんのお世話でした。皆さん、さよなら、バイバイ。